画面でプレゼンテーションをクリック。左サイドバーの検索バーで自己紹介教育を検索。気に入ったテンプレートがあったらクリック。すべてに適用をクリック。下のサムネイルで編集したいページをクリック。テキストをダブルクリックして内容を編集していきましょう。左サイドバーのアップロードをクリック。ファイルをアップロードをクリック。アップロードする画像を選択して開くをクリック。アップロードされた画像をドラッグして写真を入れ替えます。不要なページはサムネイルの3点リーダーをクリックしてページを削除をクリックするか、サムネイルを選択して削除キーを押すと削除できます。サムネイルとサムネイルの間にポインターを置いて切り替えを追加をクリックすると画面の切り替え効果を設定できます。トランジションによっては向きや開始点などの設定もできます。すべてのページに適用をクリックするとまとめてトランジションを設定することができます。全画面のプレゼンテーションを開始するときは右下の全画面表示をクリック。これで開始できます。ページを進めるときは右方向キーを押すとスライドが進み、左方向キーを押すと元に戻ります。またスペースキーを押すことでも前に進めることができます。ポインタで画面の右端をクリックすると前に進み、左端をクリックすると元に戻ります。プレゼンテーションを終了するときはポインタを下に移動して全画面表示の終了をクリックするか、エスケープキーを押すことで終了できます。超絶簡単です。